皆様に、ご報告をいたします。本日2022年12月16日をもちまして、K1 と、解約をさせていただきました。形的結果、本当円満に解雇させてもらって、僕は今の K1 は2016年6月に、初めて出させてもらったので、6年半ぐらいですかね、 K1 ワールドグランプリという大会に出させてもらったんですけど、本当にめちゃくちゃいろいろ育ててもらったというか、いろんな経験もできましたし、もちろんそのマネージメント、芸能マネージメントとかも、K1 の中にある会社で、タケルとかも俺とかもみんなそうなんだけど、そういうふうにこういろいろやらせてもらって、いろんなお仕事ももらったりとかもして、やらせていただきました。割と長い期間っていわば長い期間なのかなと思うけど、本当にすごい、お世話になったし、最後事務所に行って社長とこうやって話させてもらった時に、本当なんか寂しいなと思えるような感じで、すごいあったかい感じで、で途中から中村さんも来てくれて、中村プロデューサーも来てくれて、中村さんとは中村さんがもう普通に機動戦士も本当僕ら同期ですよねみたいな、俺がちょうど二十歳でプロデビューした時に、中村さんが21歳でちょうど格闘界のライターとして入ってきたぐらいで、で俺もその時はいろんなライターを 見るし、いろいろ見るけど、中村さんもまだ格闘技界駆け出しの頃で、そういう時の話とかをバーッとしてて、なんかすごい懐かしいなと思って、で格闘ライターだった中村さんがいつの間にか K-1 のプロデューサーになってるっていう、いろんな時代の流れもあるんだけど、本当すごいいろんなことをやらせてもらえた団体だったかなと。2016年って言えばもう俺33歳だから、さあこっから俺は格闘技人生花を咲かせるんだよっていうような年齢でもなかったわけだけど、しっかり花は咲けたかなと、思うかな、自分の中では。K-1 ワールドグランプリの2017年のトーナメントで一応準優勝できて、今やあのチンギス・アラゾフね、今もう世界最高、今度ねスーパーボンタの試合もやるけど、もうチンギス・アラゾフと決勝で戦ってみたいな感じの試合もしたし、ダウンも取って、ダウンもね、ダウンすごかったですね、っていうのもあったけど、本当なんかいろんな経験、本物の相手とも本物の試合もできたし、日本人ともいっぱい試合ができて、いろんな経験、煽り映像とかもね、やっぱ芸人さんとかも、俺の知り合いだけどこうやって呼んで撮らせてもらったり、いいのを撮ってもらったりとかして、すごい本当なんかいろいろ思い出に残る団体だったなと。今のその K-1 ワールドグランプリができる前はクラッシュに出てて、クラッシュもチャンピオンになって、でもやっぱり今の K-1 ほど日の目に当たる感じではなかった。で K-1 ワールドグランプリになって、で K-1 とその下にクラッシュがあってって、この形ができてっていう感じになってから、やっぱり K-1 でもどんどん人気で出てきてっていう状況で今の K-1 が、もちろん昔の俺 K-1 から出てるから、昔の K-1 は2005年から出てる、俺は22歳から出てて、で昔の K-1 って K-1 ワールドマックスっていう大会、石井館長が作られて、でその後谷川プロデューサーが、プロデューサーになってっていう感じで続いてきた K-1 ワールドマックスが出てたけど、実際今の K-1 って名前は同じ K-1 だけど、もう会社とかも全く別、全然違う団体って感じなんだけど、それで2016年から出させてもらって、6年間、本当にいろいろ本当に成長させてもらった6年間でした。いろいろ考えること思うこととかいっぱいあるけど、楽しかったかな。もちろんね、俺も今後じゃあどうすんのっていう話だけど、もちろんそれはもう楽しいことしますよ。もちろん俺だからプロ80戦 K1 で言うと最多と思うんだよね、佐藤義弘さんと並んだ最多なんだね。ほんと80戦までいけなかったんだよね。1位ですからね。そしたら1位になったけど、でも今同率1位だから、でも俺はまだ81戦目82戦目83戦目ちょっと100戦目指してちょっと頑張るんで、まだまだやっていくんですけど、それもちょっと皆さん、ファンの皆さんもちろん期待してて、もちろん引退なんて全く考えてないから、何にも考えてないし、いや今5連勝中だからね俺引退の命も考えてないから、そこはもう全く、とにかく皆様にそれはご報告ということで、
そうね、一応これはね前日の15日今今日は撮ってるから本当はね、まあこの今日16日ってことなんだけど、だから明日でずっと行ってた12年弱練習に行かせてもらってたシルバーウルフとも明日で最後ってなっちゃうんで、まあだいぶねちょっとそこはね寂しいかな。12年だもんね。ちょうど俺が行き出したのが東日本大震災2011年3月11日に起きた、本当ねこれタイミングなんだけど、あの1週間後ぐらいから俺シルバーウルフ行き出した。そう、その時はまだ伊勢原から通ってた、地元のね神奈川の伊勢原ってところから通って行かしてもらって、はい、まあ、大宮寺さん、その上の会長さんがいて、その人たちその方々にこう、まあ、行かしてもらった谷山神宮の前でこちらいいよって言って、行かしていただいて、で俺やっぱこれ通うんだったらちょっときついなってなって、俺東京に住んでもう拠点をこっちにして、はい、っていう感じで行かしてもらったのが2011年3月だから、もう来年の3月丸12年になるんでね、まあ、まあそんな中ね、もちろん俺がね行った時点でもう俺28歳だったかな、28歳だから俺その時にプロ連のメンバーもうね俺が一番上だった、まあ先輩ね年齢もキャリアも俺が一番上だったその時、まあ相田くんがいたりとか塚越くんがいたり山崎陽一がいたりとかしたんだけど、みんないたんだけど、やっぱもうみんな若い子たち、私28歳で一番上だったんだけど、結局そのまんま12年経った今も今もずーっと年上だったで、後輩たちがどん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 引退してって、はい、で、俺はずっと残っててね、塚越くんが辞め、山崎くんが辞め、相田くんが辞め、うん、他にもそのプロの選手がどん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 みんな辞めてって、もうぐる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 何周もして、まあでもやっぱ今いるっていうメンバーがいて、はい、俺からすると秋広って金子秋広、はい、もう今シルバーウルフの中ではもうベテランもベテラン選手になっちゃって、まあ、26の年かな、もうベテラン選手になっちゃってるけど、俺からしたらまだ17、18のほんと子供だったから、もうなんか木戸さんどうするんですかみたいなこと聞いてたぐらい、その後にめっちゃこう後輩出てきた菅原美優とか、はいはい、もう全然俺はもうまだ10代のほんと、ね、子供じゃないけど、はい、もうほんとそんくらい目で見てたけど、もう菅原美優もね今もうジムに来たらもうおはようございますってみんなに言われるような感じだし、まあ、そういうようなことが、まあ、この12年でいろんなこうぐる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 回る、ずっと自分はおっさんのところでさせてもらったシルバーウルフだったんだけど、まあ、それも明日で最後、まあ、それはね本当にちょっと寂しいけどね、まあでも、まあ、やっぱなんかいろいろこうなんだろうな、新しいことを自分でやるっていう時にはやっぱり別れも絶対、ね、必然的に訪れてくることだと思うから、まあそこはね、まあ、自分でこうやるんだから、まあね、そういうところももちろんね、まあそれはまああるかな、そういうことは、まあ、まあちょっと本当寂しいけどね、まあとにかくそういうことで、まあ、今回はその、まあ、K1 と、今回こうマネジメント契約を、はい、気をつけて解約させていただくことになったというちょっとご報告を皆様に、させていただきました。で、まあ、今後も、僕は、現役でやっていくので、まあそれがどういうふうな感じでやっていくのかっていうのが、またそれはそれで皆様にご報告させてもらいたいと思うので、キーチャンネルを要チェックしてください。1ヶ月2ヶ月ぐらい前にご報告みたいな感じの、はい、ちょっとね釣り動画を撮ったのよ自分で言っちゃうんですかみたいな、うん、まあそれね、でもあれ試合の報告だからね。そうですね、まあ記念すべき80戦目そうそう、記念すべき80戦目の報告がありますみたいなのやったけど、ちゃんとね、ガチが1ヶ月ちょっと後に残ってたっていうね、はい、まあ俺もこうなるとは、まああの動画撮った時は正直思ってなかったし、あれだったけど、まあまあね、まあ結果自分の動きとかそういうのがあって、なんだかんだ結果いい方に行くって自分では思ってるから、まあいい風になるかなと。もちろん引き続きシルバーウルフの後輩たちに、まあ、もちろん応援させてもらうし、仲良くさせてもらおうかなと思ってるから、うん、そこは変わらないで、もちろん大宮さんとは、うん、ずっとね、うん、そこはもうずっとつながらせていただきたいなと思ってるし、まあこっからそうね、30過ぎて最終章って自分の中で思ってたけど、まだまだこっからあんだなと。エンドロールの後になんか VTR やるやつあるでしょ、はい、あれが2時間ぐらいになるもう一本行くのそんくらいでちょっと行こうかなと、うん、はい、思ってるので、ちょっとねひーちゃんまだ今月もうすぐ40になるけど、
どこまでちょっといけるかっていうところね、40歳、40代に希望を与える選手として20歳の矢沢とかちょっとぶっ飛ばしていくんで、皆さんこれからもどうぞ、キーちゃんよろしくお願いします。で、まあ、今までこう、ね、見ていただいた K-1 で僕のことを応援していただいた、ファンの皆さん、本当に、長い間ありがとうございました。これからもしっかり頑張るんで応援よろしくお願いします。みんな頑張ってな。